弘中彩香がヤバすぎる結婚。テレビ朝日のアナウンサー弘中彩香さん31歳が資産15億円の IT 企業社長と結婚します。旦那とは南麻布のマンションで同じフロアに住んでいて出会いました。天才。芦田愛菜と同じ慶応義塾女子校を卒業後慶応大に入学します。バイオリンとスキンの腕前はプロ並みです。もともと総合職で入る予定でしたがなぜかアナウンサーになりました。